皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もイフトボリ2020本情報を紹介していきます。さあ、指名契約権、皆さんは誰を交換しますか？今回はね、こちら見ていきたいと思います。週刊 FP にもベリンガム来てるんですけど、こっちにもいるんですね。まさかのかぶり。あとは上田選手だったり、全8名から交換するようになります。上田選手だけ星4だ、いいね。まあ、星5にどうせならしてほしかったですけど、星4で交換できる分にはいいですよね。さあ、今回おすすめの星5の選手誰なんでしょうか、チェックしていきたいと思います。それからマッチパスですね、こちらもチェックしていきましょう。ということで今回は2つの方を紹介していきます。ではまずはマッチパスの方からいきましょう。バリューが今回はマンチェスターシティドク、そしてプレミアムがモナコのザカリア、この2名になりました。今までに比べたらなんかいいラインナップにしてくれた感じはしますね。まあ、指名契約ないという方もね、レギュラーマッチパスは誰でも開放できますので、試合をバンバンこなしてください。星5は必ず1枚は手にできますので、誰かは交換できます。もうちょっと欲しいよっていう方はバリューとかプレミアム開放しましょう。まずは500コインで開放できるバリューが今回ドク。96まで私の育成だと伸びてきます。ドリブル周りとスピード瞬発最高ですね。もう言うことありません。ボディコンも高いです。まあ、身長は173センチ。まあ、扱いやすいサイズ感は魅力だし、まあ、ウィング限定がちょっと人によって気になるところだよね。3トップのウィングアリを使ってないと基本ポジションがないっていうのはかなり痛手になってきますね。ライブアップデート今週 A ですけど、マンチェスターシティで順当に活躍期待できるから、その辺に不安は少ないかなと思える選手です。まあ、あとはスキル、特殊ダブルタッチや足元系は結構豊富なんですけど、基本的なワンタッチシュート、ワンタッチパスとかピンポイントクロススルーパスとか、まあ、その辺が残念ながらないので、まあ、追加しないといけないスキルっていうのはベーシックなものを欲しいところ多いですね。過去週刊とかも出てますけど、週刊は基本的にスキル追加できないんで、自分好みのスキルをつけたい場合は乗り換えていいと思います。ちなみにこの指名契約かな、これはしっかりと強くはなってると思います。さあ、プレミアム、基本的には1000コイン必要になります。今回はザカリア。さあ、こちらの選手こんな能力ですね。いや、強そうではございませんか。まずは191センチ、サイズの安定感は素晴らしいですね。アンカー持ちになっています。ディフェンス面としっかりと、フィジカル面とか脚力とかを多めに振りたいところ。特に脚力はスタミナに影響するんですよ。で、初期が低いのでしっかりと振り込まないと結構きついですね。これ82でもちょっときついかなって感じします。逆にスピードはね、めちゃくちゃに強くなって94まで伸びてくるし、体の強さと守備能力は割といい感じの能力。アグレッシブネス13振ってしまうとカンストしてしまいました。体の強さなんかを武器にできるアンカーとして、環境でスピードはやっぱり欲しいかなと思うんで、ビエラ持ってないとかロドリ持ってないという方、まあ、そういう方はザカリアありだと思うし、普通に1000コインの価値とかはありそうですけど、ね、過去いろいろプレミアムで来てた選手いましたけど、一番豪華なんじゃないかな。私も一番引きたいな、欲しいなって思うのはザカリアでした。まあ、あとはスキルですね。初期からブロッカーとかも揃ってるし、守備系は言うことないでしょう。スキル追加もしなくていい、ほぼ追加しなくていいっていうのはありがたい部分、非常に大きいです。で、過去のザカリアと比べてもしっかりと今回強いんですよね。まあ、スタミナだけね、目をつぶってください。もうこれとかほぼ上位互換です、スタミナ以外。さあ、ここから星5の選手でおすすめを紹介したいんですけど、まず例外上田選手だけ紹介させてください。星4で交換できます。今朝もね、点取ってましたね、チャンピオンズリーグ。得点感覚に優れるラインブレーカーで、スピード瞬発も比較的あるし、体の強さなんかも武器にできて、足元も高い、結構万能タイプの、サイズもあるタイプのラインブレーカーになってます。まあ、フェイエノルトで順当に試合に出てくればね、ライブアップデートは乗るとは思うんですけど、今のところサブ扱いみたいな選手になっちゃってるから、まあ、そこでどれぐらいパフォーマンス、スタメンで出れるか、今後の鍵になってくるのかなって感じします。まあ、日本人集めてる方っていうね、そういう方は星4で交換できますから、積極的にやりましょう。いつかスパサブ上田選手出てきそうだけどね。ただ能力自体は投票 FP の方が高かったりしますが、まあ、ベース能力、必要なところは今回勝ってるとこもあるし、スキルがなんか一気に増えました。乗り換えていいんじゃないですかね。さあ、ここから星5の選手、おすすめの選手を紹介していきます。ランキング形式第8位、ディサシ。ディフェンスの能力と、あとフィジカルに関してと、190センチ、まあ、高さと強さ、ディフェンス面、対人戦に関しては言うことない。瞬発の部分が特に振り込めないのと、あとはスタミナは80ギリセーフって感じですが、スキルの揃い方もいいので、まあ、センターバックでは欲しいよっていう方はありなのかなと思える選手。ちなみにこのバージョンからは、まあ、乗り換えてもいいぐらいには強くなってます。さあ、第7位はティアニーですね。スピード瞬発あふれるサイドバックらしい能力です。スタミナも90ありますし、体の強さと、あとディフェンス面としっかりと振り込んであげれば、攻撃面を一切無視してあげれば、なかなかサイドバックでやれないくはないかなっていう感じですね。ライブアップデートがどんくらい乗ってくるのかと、まあ、波も普通なので、まあ、絶対ガチスカみたいな感じではないのが気になるのと、あとスキルがちょっと寂しいです。まあ、あとはこのティアニー持ってればそんなに
かなって感じですね。第6位はラツィオからの登場、グウェン・ドゥージ選手。ラツィオの調子がね、どれぐらい上がりきるかっていうのは今後ポイントなのかなって気がします。バランス系のボックス・トゥ・ボックスでサイズもあるタイプ、しっかりとフィジカルを上げてあげるとその特徴がよりはっきりくっきり出るんじゃないですかね。アグレッシブネスの数値なんかも魅力だし、スタミナは言うことないでしょう。まああとは初期スキル、割と悪くはないんですよね。攻守にわたって活躍できるスキルが初期からも揃ってる。スルーパスがないぐらいですかね。あとは必要に応じてダブルタッチとかしっかりと追加しましょう。過去のグウェン・ドゥジ、全体的には正直フランスパックでもいいかなと思うんですけど、1年経過してるし、乗り換えてもいいかな。その面を考慮するなら乗り換え、能力を重視するならフランスでいいと思います。さあ続いて第4位かな、ファティですね。ドリブル周りとか素晴らしいですし、スピード瞬発も悪くない、ボディコンもありますね。左限定にはなるんですけど、もうほんとサイドアタッカーとして突出したドリブル数値とスピード瞬発があるので、そこを武器にできるタイプですね。あとは今回パス4振ったんですけど、初期から意外とパス能力も高いので、その辺パスを絡めた攻撃にもなかなか生きてくるようなパス数値ですね。得点感覚も最低限の数値は持ってます。 50B なんだ。その辺とあとはスキルをしっかりと追加してあげたいところが多いかな。ピンポイントクロスは最低限でもサイドで使うならあった方が便利だし、あとは足裏つけることで特殊にできますね。そんなことも考えていいと思います。ちなみに過去 FP ハイライトだけでもね、結構な種類出てるんですけど、基本的には今回ドリブル数値は高くできます。上限が高いですね。一番上限の高かったダービーのものと比べてもドリブルはしっかり勝ってますね。他がベース能力若干落ちてるみたいなところになるんで、どっちを取るか、ドリブル面とか考えたら私は今回でいいのかなって思います。さあ第3位はベリンガムにしました。今週週間もね、同時搭載だったりとか、過去にもいろんなバージョンが出てるんで、希少性という観点ではちょっとね、下がるんじゃないかなと思って下げましたけど、ライブアップデートを今後期待するならナンバーワンと言ってもいいかもしれません。まだ持ってないとかそういう方なら積極的に乗り換えるのはありだと思います。で、過去版持ってるなら他の選手でもいいのかなっていう視野を広げてもいいと思いますね。このバランスの能力が魅力で、得点感覚もあるし、中盤の選手としてのこのハイレベルなクオリティ、これはすごいです。スピードあり、スタミナあり、体の強さあり、ディフェンスあり、足元あり、パスあり、決定力も言うことなし。何ですかこの人。で、ライブアップデートがやっぱりね、安定感非常に高すぎます。相変わらずスルーパスがね、通常だとないので、そこからの FP もありませんので、しっかりとそこを追加してあげれば最低限のスキルっていうのも完成してくると思います。素晴らしい。過去ね、週間たくさん出てますし、今週はねちょうど出てますけど、スキル追加したいなら、もうちょっとスキルつけたいなら乗り換えてもいいですけど、ね、過去バージョンのハイライトと比較するとしっかりと強くなってます。イングランドパックは若干ねタイプ分かれるんですけど、守備面はね負けてますね。ただ攻撃性能は勝ってます。はい、シャイニングスターこんな感じ。ワンチャンショータイムを食ってしまうような能力にもなってるんで、これは過去最強のハイライト系でいいんじゃないですかね。さあ今回第2位クティウスにしました。波大きいなんですけど、ベンチ人数増加とか全然問題なくなったし、今週のようにビートかなら不調以下引かなくなったんでありじゃないですか。適性がめっちゃ広い、ほとんどできちゃうよみたいな素晴らしいユーティリティさ。スピード瞬発、キック力は魅力だし、体の強さから守備能力もちょっとあるんですよね。何ですかこの笑えてしまう能力。で、得点力もおろそかになってなくて、しっかりと80越すような数値なんかが完成するんで、非常に守備能力まであるバランスのいい2列目になってますね。アヤックス自体はめちゃくちゃ絶好調だったんですけど、ウエストハム行ってからどうなんでしょうか。結構 C が続いているようです。スキルもいいんですよね。スルーパスがないのでしっかりとつけたいスキル何個かあるんですけど、初期のスキルとしては悪くはないでしょう。ヘラシコつけて特殊もできますし、普通に私はクデュースにしようかなって思う。ちなみにクデュース過去一ですかね。基本的にポジションがめちゃくちゃにね増えてます。その辺も込みで考えたら普通に今回最強でいいのかなって思います。さあ今回第1位はやっぱりチクウエゼ。今週 D なんだ。タイミングが悪いですね。1点だけ言うとすれば逆足がやや低なので、そこだけ、本当そこを気にするかしないかで評価は変わるのかなって思う爆速タイプ。インサイドレシーバー持ちで、しかも基本はサイドしかできません。発動ポジですね。スピード瞬発、ドリブル回り素晴らしい数値、言うことないでしょう。スルッとぬるっと抜けて安いみたいな、そんなことはできそうなタイプですね。で、今回得点力をしっかりと上げることで84の数値なんかもできるんで、中に入ってきて仕事をこなす、得点を狙う、そんなことも考えられます。パスにしか振ってませんけど、初期から割と高かったんで、サイドからの短めのパスだったらそんなにずれることはないんじゃないですかね。70の数値、波普通で、今後ライブアップデートがどれぐらい乗るのか、ずっと C 続き、今週なぜか D、 今後に期待といったところのライブアップデート。あとはスキルがちょっと寂しいので、しっかりとつけないといけないのが何個かあるっていうのが、すぐつけられるか、そこがポイントになると思います。チクイエザはこの週間しか過去は出てないようです。それよりも強くはなってますね。これは乗り換えでいいんじゃないでしょうか。ということで、マッチパスは割と
今回購入するのはありだと思いましたね。うん、指名契約は人によってねばらけそうですけど、ベリンガム、チクエーゼ、ファティ、クリウス、まあ、この4名から選ぶのがベーシックかなって感じはします。ぜひ皆さんのお目に合うようなね選手を選んでみてください。こんな感じで毎週こんな感じでいろんなガチャの、ね、紹介してますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。以上です。